今回ご紹介させていただく資料はこちら、京都見回り組大使今井信雄が指していた脇出しになります。メインは山城守源の一歩、刀身の長さは42センチで反りは1センチ、神刀になります。今井信雄は幕府の中堅という下級武士の家に生まれまして、次期新影流という剣術を榊原賢吉に学びます。そしてその剣術の腕前を認められて工部署の取締役に任じられ、神奈川奉行所の勤務を得て慶応3年1867年に京都見回り組に登用されました。そして同年11月15日に京都の大宮にて坂本龍馬中岡慎太郎の襲撃に加わります。その後は戊辰戦争に従軍をしまして函館まで渡ったんですけれども、敗れて降伏。その後は金庫を得て、許された後に静岡県灰原郡初倉村の村長などを務めました。こちらの脇出しなんですけれども、中子と呼ばれる普段はこの塚に隠れている部分に皇室の紋章である菊の御紋が切られています。こちらの脇差しなんですけれども、今井は戊辰戦争時函館に渡る資金を得るために一度手放しております。それが明治時代に入りまして、よほどこの脇差しに思い入れがあったのか、各地の刀屋を探し回って数十年を得て買い戻しております。そういった貴重な一振りになっております。